日本語でも使っていいことにしたんですね。どうしてかというとですね、これを見てる人、例えば実際に後でこうアップしたりしますけど、うん、見てる人は全部英語でやっちゃうと理解できない。うん、日本人っていうのは、見てわかんないんですよね、英語だけだと。うん、それで、英語と日本語でやってる。例えば、僕は、土曜日で、日本の聖書を教えてるときは、ベネボレンスって、人ですけど、みたいな言い方してる。ね。で、日本語を読んで、英語ではこう言うんですよ。うん、で、こういうふうな言い方するんですよ。で、英語で教えてる。うん、で、水曜の夜は、YouTube 全部英語なんですけど、うん、それを、細切れに切って、ここではこんなこと言ってるんですよって、日本語で説明してる。それないとね、一般の人とわかんないんだよね。うん、英語の上級コース。例えば、外国人と仕事してる人でも、さっき高橋が言ったように、2年3年、北京とかさ、上海とか、シンガポールに滞在しててもですね、うん、英語うまくならないんですよ。うんうん、どうしてかっていうと、こんなのテーマで話をしないから、うん、今さっきも言ったように、人間の心の中に入り込んだ、会話してないから、英語は上達しないですね。そういう人たちに対して、どういうふうにこう上達されたらいいかって僕はずっと考えてきたんだけど、結果としてはさっき言った女性とかね、女の対女性関係をどうやってコミュニケーションを改善するかとか、それから、儒学、心の深さ、奥の深さを勉強するとか、それからやっぱりダイバーシティ、もうグローバルなパースペクティブとかね、インサイト、広く世界を見る。この三つだっていうふうに最近、もちろん孫子ってあるんですけど、実は孫子ってあるんです。孫子はね、うん、これはね、また別格なんですよね。なぜかというとね、この三つは難しいんですよ。うん、孫子はね、あんま難しくない。なぜかというとね、仕事をするときの戦うテクニック。うんうん、これはね、孫子の本を4000字ありますね。100回読めば大体わかる。うん、100回読めば100回ですよ。大変ですけど、読めばわかる。それはね、そう難しくない。ただ、それでも、皆さん、孫子知らないから、講義とか講演とかね、お願いします。僕も言われましたけど、そういうことを価値あるんです。難しいのはね、儒学、心の深さ。うん、それから、女。うん、これはもう死ぬまで理解できない、うん、はい、動物ですから。3番目は、世界に起こったこと。これもみんな知らない。うん、なぜ知らないかって、それは簡単、当たり前ですよ。日経新聞とか NHK って知らないから、彼ら。うん、だから日本人知らない。基本的に知らない。ね、僕はよく引き合いするんですけど、ね、コンゴとかさ、なんだっけ、隣の国なんだっけ、コンゴとか。あそこら辺ですとさ、田舎だと、女の子が8歳になるとさ、売春するんですよね、大体。うん、ね、GDP がさ、4、500でですよ。うん、日本の100分の1ですからね。食えない。うん、そうなく食えない。そうね、8歳になると売春するんですよ。ね、それをなんとね、10分間50円で売春するんですよ。うん、知ってる顔見知りの人はね、お昼おごってくればただいい。うん、それがね、例えば日本人の科学だったらね、いやー、これは不道徳極まりないとかね、ヨーロッパのご婦人方だったら、ナイキの靴は買うんだと、子供をロード使うからね。そういうことを言うんですけど、俺に言わせればバカ言っちゃいけない。これ、彼ら、男の子は何するか、兵士ですね、8歳。銃持って、兵士ですね。殺しに行く。それはね、彼らにとってはね、400ドルって GDP だ。当たり前ですよ、そんなことはね。生きていけないんだ。でしょ？アルシャバブが暴れ、ボコハラムが暴れ、当たり前、ボコハラム、アルシャバブさんお願いしますと食っていけないから、息子、娘預かってくださいって、彼ら、当たり前ですよね。そういう世界があって、地球のどっかに。それでミャンマーのロヒンギャの問題があって、で、日本のそういうふうな、こう、いろんな風俗でいろんな問題があって、っていうふうな、日本の世界の政治の世界で見た場合、アジアの世界で見た場合、世界で見た場合、感覚が違うんですよ。そういうこの三つの僕は、あれをね、で、これはだからその今日の話もそうですけど、あなたの話もそうですけど、そういう一環なんですよね。うん、でもそれが僕はね、あなたも気がついてると思うけどね、日本人に理解してもらえないんですよね。うん、だからそれも苦労してるんですけど、いろいろ手を貸しながらやってるんだけどね、僕のこういう関係の範囲もそうですけど、なんていうかな、こう、YouTube もいっぱいね、努力して、最近 YouTube って結構よくできてるんですけど、うん、見ないんですよね。うん、わかりませんけど。うん、
英語で言って、で、日本語で補足しても、これは、例えば、この間言った難しい英語あったじゃないですか。あの、なんだっけ、二つあって。うん。あれは日本語ではこういうんですよ、みたいなことを教えてあげてください。うん、これ僕は後でちょんぎってね、あの、YouTube 出してるんで、まあ、実際には20人ぐらいしか見てくれないんですけど、うん、そのうちに100人、2000人になりますから、うん。うん。今のところそういうことなんですけど、ね、そういうふうにこう、一般の人ってやっぱそんな英語、うん、英語で全部やっても、特にこういう儒学ってわかんないんですよね。僕はその、今までは4年間本当に申し訳ないと思ったのは、そんなの英語で理解するべきだと。まあ、木本隆史は大橋とかついてきましたけど、うんうん、普通ついてきませんよね。ね。江戸時代の私塾を英語で講義受けてさ、わかる人はいないでしょ、うん。そういうことで、英語と日本語で混ぜてやってください。うんうん、英語で喋りながら、最近あとは英語すごく良くなったんで、前と違って。英語で喋りながら、これは日本語ではこうですよっていう。まあどうですね。僕なんか、半々くらいですかね。英語と日本語使ってる、うん。そうするとやっぱり英会話の上級コースに行ってる人が理解できる。で、僕の基本的な目的っていうのは、ジュニアハイスクールのスチューデントがね、うん、この映像を見て、あ、勉強しようかなっていう気持ちになるような、レベルにしたい。で、エドの場合はもう、大学に出てもわかんない。僕言ったんですよ。エカトーレトーレなんて、僕3回見てやっと分かったんですよね。お前そんなんで分かるようなのを一回ビデオで作ったら誰も見ないよな、ということ、誰も見ないんですよ。うん。もう最初の1分見ただけでプシッと切っちゃう。ね。で、それではダメ。何のために俺がやってんの？何のために俺が努力してんの？だから、生徒が来なきゃそれを YouTube にして、もっと社会の人が広く接触できるように。で、それを、そういうふうにして自分が YouTube 見出したらば、そら見ないわな。ね。うん。そら見ないわな、つまんな、こんなつまんない英語。だから人を引きつけるための話し方とか、人が関心持つような喋り方とか、内容とか、いうことと、それがやっぱりその、日本人ってのはもう、言葉にね、ダメなんで、英語はダメなんで。そういうふうなことで、まあ、英語でやってるんだけど、やっぱり日本語でこう、補足して。内容もやっぱり、どうすれば関心を持ってくれるのかな、っていうことを意識を持ってね、話をすれば、せっかくこれいっぱい本出版したけどね、誰も買わないし見ないんじゃ、やっぱりもったいないよね。そういうことなんです。うん、じゃあ今日は、そういうことで、浜田先生よろしくお願いします。はい。